一度は訪れてみたい青森県にある弘前市。弘前市周辺の7つの観光スポットをご紹介。行ってみたいところがありましたら高評価をお願いします。他におすすめなスポットがありましたらコメントで教えてください。藤田記念庭園は青森県弘前市にある美しい日本庭園です。歴史と自然が調和した美しい場所ですね。藤田記念庭園の西側には大きな無料駐車場がありまして、ここの無料駐車場を利用して3施設共通券を買って観光していきたいですね。藤田記念庭園の営業時間は9時から17時、最終入園は16時30分までです。料金は大人320円、子供100円、団体割引などもあります。弘前城植物園、藤田記念庭園の共通券が大人520円とお買い得でしたね。なので無料駐車場がある藤田記念庭園から弘前城に向かわれることをお勧めします。藤田記念庭園は高台部と低地部に分かれており、高台部からは岩木山を望むことができます。低地部には自然回遊式庭園が広がり、散策しながら四季折々の自然を楽しむことができます。また庭園内には大正時代の趣を感じさせる洋館と和館があり、どちらも見学可能です。洋館内には大正ローマン喫茶室があり、レトロな雰囲気の中でお茶を楽しむことができます。ぜひ季節ごとにいろんな魅力を見せてくれる藤田記念庭園へ訪れてみてください。弘前城は青森県弘前市にある歴史的な城で、弘前公園内に位置しています。交通手段は徒歩では JR 弘前駅から約30分ほど、バスでは市役所前で下車して徒歩約5分ほどで来れます。車で来られた方は周辺の有料駐車場を利用することになりますが、弘前城の東側にある三の丸東門近くに格安の駐車場がありましたね。弘前公園の本丸、西の丸と弘前城植物園は有料区域になっておりまして、営業時間は9時から17時。料金は大人320円、子供100円になります。こちらの天守閣は江戸時代に建てられた現存する天守閣の一つで、内部は博物館として利用されていて、歴史的な展示物が見られます。本丸の石垣は見事で、綺麗に見渡せるビュースポットもあり、特に春の桜や秋の紅葉とのコントラストが美しいです。そして城を囲む堀は春には桜が咲き誇り、ボートに乗って花見を楽しむことができます。弘前公園全体にある桜が満開の時期には訪れてみたいですね。本丸の北側にはお手洗いや物産販売所、武徳殿休憩所などがありますので、休憩や軽食が楽しめ、お土産も購入できます。弘前公園では弘前アイス組合のアイスクリームが販売されてまして、この日はリンゴシャーベットが200円で販売されてましたね。もし見かけたら食べてみてください。こちらは弘前城植物園です。約1500種12万本の草木が植えられている植物園で、四季折々の花々が楽しめます。弘前公園はとても広いエリアなので、時間に余裕を持って散策していきたいですね。
津軽藩ねぷた村は青森県弘前市にある観光施設です。津軽の文化や伝統を体験できる場所ですね。有料駐車場は普通車が100台分以上ありまして、大型バスも駐車可能です。施設内と駐車場にお手洗いもありますね。駐車料金は1時間220円ですが、施設利用者は1時間無料になり、さらに複数の施設利用で最大で2時間の駐車無料になります。津軽藩ねぷた村を見学後に売店でソフトクリームを食べれば OK ですね。すぐ隣には弘前城があるのですが、無料時間内では一緒に巡るのは難しいです。ちなみに私はこちらに駐車して2時間無料プラス3時間で660円払いました。弘前城以外の隣接してる観光施設も全て巡ってきたので3時間かかりましたね。営業時間は9時から17時、食事ところは11時から15時です。年中無休で営業しております。入場料金は大人600円、中学生高校生400円、小学生300円、幼児100円です。弘前ねぷたの館では高さ10メートルの大型ねぷたと内部の骨組みを見学できますし、笛と太鼓のお囃子の実演や太鼓の体験も可能です。そして津軽三味線の生演奏も楽しむこともできます。入場券を持っていれば施設から出ても当日に限り再入場できますので、津軽三味線の生演奏スケジュールに合わせて計画的に動いてみてください。津軽藩ねぷた村では津軽の見る聞く食べる買う体験するが揃っており、津軽の魅力を丸ごと体験してみてください。金剛山最勝院は青森県弘前市にある真言宗智山派の寺院です。アクセスは JR 弘前駅より土手町循環100円バス本町で下車して徒歩5分ほどです。車で来られた方は境内西側の参道入り口に数台分の駐車場があります。タイミングが悪いと駐車できないかもです。北側と東側にも駐車場はあるみたいなのですが、入れないようになってましたね。拝観時間は9時から16時30分、季節により変更あります。年中無休であり、拝観料は無料ですが、桜祭り、ねぷた祭り期間は大人500円、小中学生300円です。境内にある仁王門には阿吽の仁王像が立っています。これらの像は約400年前の色が復元され、訪れる人々を見守ってくれてます。最勝院のシンボルである五重の塔は寛文7年1667年に建立されました。高さ約 31.2 メートルで釘を一切使用せずに建てられた美しい塔です。国の重要文化財に指定されています。東北第一の美塔と称賛される姿の美しい五重の塔を見に来てみませんか。長勝寺は青森県弘前市にある歴史的な寺院で、津軽家の菩提寺として知られています。駐車場は長勝寺正面に数台分のスペースがあります。お手洗いは隣にある広場にあります。もし駐車する場所がなかった方は、少し離れたところにも駐車場がありますので、100メートルほど移動しまして、こちらの駐車場を利用しちゃいましょう。入館時間は9時から16時。料金は無料ですが、特別公開時は有料の場合があります。
1625年に建立された三門は、江戸時代初期の建築様式を今に伝える貴重な建造物です。高さ 16.2 メートルの壮大な門で、国の重要文化財に指定されています。1610年に建立された本堂は、津軽家の歴代藩主の霊を祀る場所で、国の重要文化財に指定されています。こちらの栗から中に入ることができまして、御朱印は入り口のところに受付がありますね。そこから左手に行きますと、土間伝いに土足で本堂まで参拝ができます。本堂の中は薄暗く、静寂な空気が漂ってましたね。内部には美しい仏像や絵画が飾られていて、寺院内では定期的に法要やイベントが開催されたりします。これらに参加することで、より深い体験ができそうですね。その他にも、寺院の境内には重要文化財に指定されている建物がいくつかあります。時間をかけてゆっくり散策してみてください。弘前市りんご公園は青森県弘前市にあるりんごのテーマパークです。さまざまな種類のりんごを育てている果樹園でもあります。無料駐車場は乗用車460台ほどあり、バスや新商車用も揃っております。 JR 弘前駅からバスで20分ほどで来れますが、車で来た方がアクセスしやすいですね。公園内には数箇所のお手洗いもありますので、広大な公園も気軽に散策できます。弘前市りんご公園の営業時間は9時から17時になりますが、時間外でも園内を散策可能になっております。入園料は無料なのでありがたいですね。8月上旬から11月中旬まで有料でリンゴの収穫体験ができます。こちらはすり鉢山展望台です。園内の展望台からは津軽富士として知られる岩木山を一望できます。南側には旧幼内家住宅がありまして、約160年前の農家住宅を移築したもので、古い農機具の展示や津軽昔語りが行われます。こちらはリンゴの家になります。リンゴお土産販売コーナーでは、たくさんのリンゴ関連商品を販売していて、リンゴをモチーフにした地元工芸品やお菓子などユニークな商品が揃っています。軽食喫茶コーナーでは、リンゴを使ったオリジナルメニューが楽しめます。リンゴカレーやリンゴサンデー、シードルなどが人気です。展示・学習コーナーでは、リンゴの品種模型の展示やリンゴ栽培の歴史を紹介する映像設備があります。リンゴについて楽しく学べる場所ですね。リンゴ公園は家族連れや観光客にとって楽しめるスポットが満載です。ぜひ訪れてみてください。青森県弘前市の岩木山のふもとに位置する岩木山神社、創建は780年とされ、津軽地方の守護神として親しまれています。鳥居近くには50台ほどの無料駐車場とお手洗いがありまして、ここから70メートルほど離れたところにもかなり広いスペースの百沢駐車場があります。登山者も利用するみたいなので、長時間駐車ができますね。参道の入り口付近からは岩木山を眺めることができます。この日は快晴だったので綺麗に見えてますね。岩木山神社は780年に創建され、1200年以上の歴史を持つ神社です。
津軽富士とも呼ばれる美しい岩木山のふもとにあり、古くからお岩木様として津軽の人々に信仰されています。参道を進むと階段の上に2体の狛犬があり、上向きの狛犬は金運アップ、下向きの狛犬は恋愛運アップの御利益があるとされています。現存する社殿は江戸時代に再建されたもので国の重要文化財に指定されています。極彩色の彫刻が施された高価な建物ですね。岩木山神社の壮大な景観と歴史を堪能してみませんか？